隙間というものが好きでね、物と物との関係、その間に生じる空間という、その景色が好きだったんですよね。それを突き詰めていったのが、まあ現在の形。それがどん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 複雑になっていってね、その集合体と言えるのかもしれませんけどね。辻新道というね、焼き物で彫刻を作られたパイオニアがいらっしゃるんですけれど、その人の作品を学生時代に見て一瞬動けなくなったぐらい感動したことがあって、土をひねってそれが彫刻になったという、陶芸じゃなしに彫刻、長いことせよその人の影響から抜けられなくて、何を作ってもその人の真似になっちゃうんですね、あまりにも偉大すぎて。だからすごく苦しんだ時はあります。あまりにもその影響が強すぎて、インドの仏像の中で、結構その神様が女の人とバグわっている、そういう仏像が割とあるんですけれど、もろにそのセックス、を扱ってるんですけど、そういうものを抽象で表したいなと思って、それからこの一連のそのシャドウクロッシングっていう、交差するというね、それが始まったんですけどね。この時はまだ2つだったんだけど、それが3つになり4つになり5つになり7つになったり時にはするんだけれど、そっちの方に移っていった。粘土って柔らかいから、どうしたって柔らかいから、割と自立できないんですよね。ところが他と支え合うことで結構安定するんですよね、形が。チームワークみたいなことになるんですけれど、組織でも一緒なんだけれど、あるプロジェクトがあって、それのリーダーがある動きをするじゃないですか。で、それを支える周り のスタッフ、だからその個々のキャラクターで特性みたいなのもあるやろうし、それらが混然と一体になって、まあ一つのプロジェクトなり会社なり、組織みたいなものが構成されると思うんだけれど、まあ僕のこの造形もほとんどそれと同じことが言えるんじゃないかなと思うんです。孤独というのも大事だけれど、誰かといてることで安定する。
粘土っていうのは鉄や石に比べてやっぱり弱いんですよね。完璧なフラットな面もできないし、だけどその粘土独特の造形の妙みたいなあるかもしれないし、それをまあ今回このシリーズで一応提示できたかなとは思う。